どうも、ババッとババご飯のババです。チャンネル登録者数が15万人達成しました。ありがとうございます。15万ってすごいですよね。ついに行きましたね。次は20万目指して頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。エプロンが新調されまして、これ友達のですねスタイリストさんに作っていただいて、この生地選びからデザインはちょっと僕は関わってないんですけども、こういうねちょっと後ろにこういう何ですか、これ何ていうんですかね、ハーネスです。ハーネスがついてて、これポイントはどうですか、どこがポイントですか。これちょっと裏原宿世代の大人バージョンエプロン。裏原宿世代の大人バージョンエプロン。どこがそういう、裏原宿好きだった世代の人が大人になって落ち着いた時こんなエプロンするかなっていう、馬場さんちょっとどんずばその世代かなと思って。なるほどね。想像してやってみました。いやもう本当想像以上のものが出来上がって、こういうポケットも可愛いですしね、街もちゃんとあって、すごい進化させましょう。この感じは大丈夫でしょう。こちらです。冷やし中華、簡単にできる冷やし中華をちょっとやりたいと思います。蚊がちょっと怪しいですよね。棒問題ありますよね、なんかねちょっと棒を置かいちゃうっていう。冷やし中華、まあどうでもいいや。はい、じゃあ冷やし中華を作っていきたいと思います。ババッとババご飯。材料はこちら。中華麺1袋 130g、 スライスハム3枚、きゅうり1/2本、刻み海苔適量、めんつゆ2倍濃縮 60cc、 卵1個、マヨネーズ大さじ1、和がらし適量。じゃあまずはこの器をですね冷やしましょう。冷凍庫でね、これ冷やすだけでちょっとひんやり感が増しますんで、はい。ここでしたっけね。ここじゃない。一番下か。じゃあまずはタレを作りたいと思います。生卵を使います今回。これ結構ポイントですね。ちょっとねある京都の名店、美味しいところがありまして。それに、まあ、近づけたいなと思いまして、ちょっと作ります。マヨネーズ、卵にマヨネーズをもうインします。大さじ1ぐらいですね、こんなもん、大さじ1ぐらいで。マヨネーズに和がらしをこのぐらい、2センチぐらいですね、2センチぐらい。一見辛いと思いがちですけども、マヨネーズの油があるんで辛みはそんなに出てこないです。風味がします。でこれを溶きます。お子様がいらっしゃる方はからしは入れなくても大丈夫ですか？入れなくてもいいです、もうほんの少しでもいいです。でこれでよく混ぜます。ここで白身をちゃんと混ぜるとドゥルッとがなくなるんで、ドゥルッと感がねあるとこんな感じです。でここに2倍濃縮のめんつゆですね。なんでさっきの卵液の同量よりちょっと多いぐらい、はい、こんな感じです。でこれでよく混ぜます。卵がポイントなんですよ。卵液がコクをもたらしてくれますんで、はい、これで冷やし中華のタレが完成しました。でこちらもラップをして、こちらも冷蔵庫で冷やしたいと思います。どっちからも開くパターンかな。はい、じゃああとは具材を切りましょう。シンプルにきゅうりとハムと海苔だけですね。まあ錦糸卵とか
長ネギとかお好みで貝割れとか入れてください。じゃあこちらきゅうりをね洗いましょう。じゃあきゅうりを切っていきます。でこれパリパリ食感を残したいという方はこう剥いてもらってきゅうりを、でこうやってここを切ればねより食感が、こんな感じに。なんかあのきゅうりもこうもろきゅうとかで食べるときにこの中心の部分だけスプーンで取るとよりパリッと感が出ます。でこの中心の部分は自分が食べるという水分補給、うん、うん、こんな感じに切れました。であとはハムを切りましょう。きゅうりと同じようなサイズですね、千切りにします。同じような、はい、こんな感じにハムたっぷり。はい、じゃあもうあとは麺茹でて混ぜるだけです。じゃあお湯を沸かします。何もやることないな。麺をいきましょう。4分茹でます。まあ普通のラーメンの茹で時間よりはちょっと長めに茹でて水で締めてもらうといいですね。これは2分茹でが普通なんですけど、まあ1分から2分多めに茹でるといいと思います。もう好みで、片面が良ければ1分ぐらいで。あ、こっちはクマゼミが鳴いてるんですね。どっからか境にクマゼミいないんですよ。東京いないんですよ。東京のセミはミンミンゼミなんです。スマートなんですよ。標準語みたいな、本当。ちょっと YouTube 見られてる方で、私のとこはまだクマゼミいるみたいなちょっと情報をね、コメントでいただけると。さあ、それでは茹で上がりましたんで、水で締めたいと思います。これはぬめりが出てるんで、こすり洗いすることでツルツルになります。食感が。はい。締まりました。じゃあ、盛り付けましょうか。はい。キンキンの器に、麺をちょっとね、あのスープは濃いめに作ってるんで、そんなに熱心に水切りをしなくても大丈夫です。まあそっか、こういう風にしましょうかね。きゅうりハム、きゅうりハムにしましょう。きゅうりハム、きゅうり、きゅうり足んないな。きゅうりハム、きゅうりハム。で、こっちに何のりをやりまして。はい。で、ここでタレを、冷やしておいたタレをかけます。おお。いいですね。は
はい、こちらで冷やし中華完成しました。さあ、それでは食べたいと思います。いただきます。うん、おいしいです。これはなんか卵入ってる感はそんなないんですけど、スープがコクがあるという、このね、生卵がやっぱ入るっていうのはね、ほんとポイントなんですよ。これは夏バテの時にも食べやすいし、食が進みますね。うん、皆さん一応ですね、作ってみて美味しかったら高評価、美味しくなかったらマイナスでいいんで、はい、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、ババッとババご飯でした。